ヘリー・クネットマンヘリー・クネットマンは、オランダ、アムステルダム出身の元自転車競技選手。ロードレースを主体に活動しながらも、6日間レースを中心としたトラックレースでも実績を上げた。ヘリー・クネットマンの方が、原音に近い思われるが、検索サイトや自転車競技雑誌を見る限り、日本では、クネットマンと表記されることが多い傾向が見られる、ことから、 それに習うことにする。ガンメルシエとプロ契約を結んだ1974年、アムステルゴールドレースを制覇。1975年、ツールドフランスに出場。第12ステージを制した。そして1976年、名称、ペーター・ポスト率いる、T.I. ローリーに移籍。同チームは、ヨープズートメルク、ヤン・ラース。 ヘニー・キュイパーらの同胞選手を中心とした、当時の自転車チームとしては、最強の婦人と言われたチーム力は誇っていたが、クネット・マーンは、解散年となる1983年まで在籍。遺跡初年となる同年、オランダ一瞬を、総合優勝。1977年、ダンケルク4日間レースで、総合優勝を果たし、ツール・ド・フランスでは、第19。 第21ステージを制した。そして1978年、選手生活のクライマックスを迎える。パリニースを総合優勝。ツール・ド・フランスでは、第18、22ステージを制覇。そして、ニュルブルクリンクで開催された、世界選手権において、フランチェスコ・モゼールの連覇を阻み優勝。このほかパトリック・セル・キューと組んで、 県と6日間レースでも優勝している。1979年、ツール・ド・フランスのプロローグを制し、マイオ・オジョーヌに袖を通す。また同レースでは、第22ステージも制した。1980年、オランダ一周で、総合優勝を果たし、ツール・ド・フランスでは、第12ステージを制覇。また、マイオ・オジョーヌも1日保持。1981年、 オランダ一瞬を連覇。ツールドフランスでは4日間、マイオジョーヌを保持した。1982年、ツールドフランスにおいて、第4、第9、第11ステージを優勝。また、デパンネ3日間を制した。しかし、1983年のツールドベルギーにおける、落ち車事故により、同年シーズンの大半を棒に振ったばかりか、同年限りで、 T.I. ローリーが解散となった影響も大きく、その後のロードレースにおける主要優勝実績は、1985年のアムステルゴールドレース及び、1986年のオランダ一周総合優勝といった程度に、どとまった。1991年に現役を引退。引退後は、オランダナショナルチームの代表選考委員の職に就く、傍ら。 1992年にビレム・アレクサンダー、王大,大使と共にニューヨークマラソンに参加して、話題となる。2004年、北ホラント州のベルヘンにおいて、マウンテンバイクでツーリング中に突然倒れたが、同年11月2日、心筋梗塞のため死去した。ありがとうございます。